はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回はアウトオブパークベースボール21、松坂大輔怪物伝説続きをやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、もうコロナウイルス感染拡大の影響でプロ野球の開幕がもういつになるのか全く見通せないという状況ではありますが、ゲーム上だけでもね、盛り上がっていきたいと思いますので、今回も最後までお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。で、松坂なんですが、前回の登板で肩の故障で2ヶ月、故障者リスト入りとなってしまったので、2ヶ月時間を進めてですね、前回の6月からすでに8月まで時間を進めています。で、復帰した松坂のね、登板からゲームの方再開していきたいと思いますので、まずはね、復帰戦勝利で飾ってもらいたいというふうに思っています。はい、では松坂の復帰戦はオリックスとの戦いになります。早速じゃあオリックスとの戦いやっていきましょう。では復帰戦、松坂1回の立ち上がりになります。前回ね、その開幕して3月、4月と順調に勝ち星をね、3勝というところまで積み上げていた中での、5月から不調が続いて6月のね、故障ということになってしまったので、今回はね、まず松坂としては復帰第一戦、ここを勝って4勝目を挙げてもらいたいというところですかね。本当にコロナウイルスの感染拡大という意味だと全く先が見通せない。まあ、ヨーロッパとかね、まあ、中国とかアメリカみたいに強権を発動して都市を封鎖してロックダウンさせて感染拡大をね、食い止めようっていう、まあ、そういう流れが日本だと、まあ、実質できない、できていないという中で、ちょっと一番嫌なシナリオというのが、まあ、各国ピークを迎えて、じゃああとは、まあ、収束に向かって進んでいけばいいねっていうフェーズに入っているにもかかわらず、日本だけまだ感染拡大中ですっていうことにならなければいいなっていうのが一番思ってます。まあ、オリンピックにも影響出てくるだろうし、個人的にはやっぱり海外に遊びに行くこともそうなってくるとできないわけで、まあ、やっぱりどうせやるんだったら厳しめの締め付けをしてでも、一気に抑え込んだ方が、まあ、効果があるんじゃないかなっていう、まあ、素人の考えにはなってしまうと思うんですけど、どうなんだろうかなっていうふうに思いますよね。このまま効果がどれほどあるかわからない陽性レベルの自粛、その延長にある形ばかりの緊急事態宣言がちょっとどこまで本当に効果があるのかなっていうのをね、まあ、政府がどういう判断をしているのかっていうのを、知りたいなとは思うんですね。さて、そんな話をしているとですね、松坂が先制点を献上してますね。なお、ランナーが二塁という場面で、これを打ち取ってツーアウトランナー三塁。バッターは2番の中川。1点で抑え込んでおきたいですね。ここはショートゴロに打ち取りました。これでこの回、1点。松坂4回なんですが、いきなりここでツーベースを浴びて4番ジョーンズを迎えるという場面になっています。ここは二塁ランナーの吉田、決して足は速くないのでワインドアップで普通に投げましょう。三投はない、そういう判断ですね。これはフラフラーと上がってショートへのポップフライ、イージーなフライでしたね。そして5番の T 岡田、この T 岡田の当たりはライト前に行く、二塁ランナーが帰ってくる、これでクロスプレーになるが2点目。
T 岡田のライト前タイムリー。ここも1点でしのいでおきたいですけどね。だがここで岡田を歩かせてワンアウトランナー二塁一塁、バッターは西浦。オリックスは5番6番と岡田が続くんですね。これはおあつらい向きのゲッツーになる。投げられない。4-6-3のゲッツーいけるかなってとこだったんですが、源田が一塁へ投げられず、8番の勝又。ここはちょっとどうだ、投げられない。これもねちょっとゴロが弱すぎて、当たりが弱すぎて投げられませんでしたね。内野安打です。もうずるずるっといくと厳しい松坂ですが、ここは見逃し三振。この回2点を失った松坂、ここまで3失点です。この回の松坂なんですが、1番福田にライト前ヒットを浴びています。ここはなんとかしてね0点でしのいでほしい、そういう場面ですが、送りバント。これでランナーが2塁、スコアリングポジションに進んでしまったという場面に変わります。そして3番吉田。この後はジョーンズ、T 岡田と長距離砲がね続きますんでね、無失点で切り抜けるにはここで終わらせておきたい。ジョーンズの当たりはライトフライ、ここは0点でしのぎましたね。あとはもうマスクも、あと消毒液も全然店頭に出てないですね。本当にどうなっちゃってんのっていうぐらい全然入ってこないんですけど。で、消毒液、自作しようかなと思ってエタノールとかも探したんですけど、エタノールとかももうどこ行っても売り切れですね。どこにもない。どうなっちゃってるんだっていう感じなんですけど。マスクはね幸い、まあ花粉症っていうのもあるしまだまだ残ってるんですけども、消毒液はほとんど残ってないので、消毒液は欲しいなと思ってるんですけど、まあどこも売ってないですね。まあ多分こんな感じが向こうどうなんだろう、1年ぐらい続いちゃうのかなっていう気もしますけど、急に終わってね1ヶ月後ぐらいにはマスクも消毒液も供給が普通に始まってくれればいいんですけど、ちょっとこの感じいつまで続くのか本当にわからない。続けば続くほど経済のダメージも大きくなりますしね。そんな話をしていると7回の松坂ですね。ライオンズ打線が2点を返してくれて2対3と1点差まで迫ってます。ただ松坂もうスタミナがねいっぱいいっぱいなんで、この回までかなというところですが、ここで2です、浴びてしまいましたね。じゃあ松坂は2です浴びてしまったので、ここまでとしたいと思います。松坂残念ながらね復帰第一戦は勝ち星つかず。はい、その後松坂なんですが、ライオンズ打線がね7回8回と4点3点と逆転してもらって、ゲームの方は9対3でライオンズが勝ったというゲームになっています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。